こんにちは、オンリーです。はい、ドゾル社チャンネルの方でもご報告ありました通り、ドゾル社メンバーのキャラクタービジュアルが一新されました。こんにちは、オンリーです。マイクラのスキンから、まあ、ドドさんだったら赤パンにチゲで、ボンさんだったらボンティーにサングラスで、オラフくんだったら、まあ、雪だるまで、メンだと豚で、オンリーだけ、はい、ガラッと変わりまして、ゴーレムも引退することになりました。まあ、理由としてはね、一つなんですけど、まあ、ちょっと大人の事情ということで、マイクラのスキンはね、このまま変わることないんですけど、マイクラ以外でアイアンゴーレムを使うことはなくなります。はい。まあ、でもね、なんか結構最近マイクラ以外のゲームを同社メンバーと一緒にしてるので、まあなんかアイコンがね、人型になっても違和感はそんなにないと思います。で、まあ自分のキャラクターの特徴としては、まあ、バナナを握っていたり、まあ、あとね、胸元に赤い花が、あ、これ決して
マイクラのホーレも倒した時に出る花ではありませんのでご了承ください。で、あとまあ自分のカラーである黄色いパーカーを腰に巻いていたり、はい、あとちょっと5人の中で一番身長がちっちゃくなっております。ということで5人ともいきなり変わってまだ見慣れない部分もあるかもしれませんが、今後ともよろしくお願いします。以上です。ご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録お願いします。おすすめの動画はこちら。次の動画もお楽しみに。バイバイ。